大阪や京都など西日本のエリアではこの後今日や雷雨に注意が必要です。ここでいただいたリポートを見ていきましょう。鳥取県鳥取市からいただきました。このように15時50分の状況を見ると土砂降りの状況が続いております。ではここで降水量のランキングも見ていきましょう。15時50分までの1時間降水量です。鳥取県米子では34ミリ、同じく鳥取県の塩津では21.5ミリ、このようにしっかりとした降り方となっております。この後の雨の予想です。この後は京都や大阪でも活発な雨雲が流れ込み、しっかりとした降り方となりそうです。局地的に1時間に50ミリ以上の激しい雨が降る恐れがあり、今日は早めの帰宅が安心です。落雷や突風にもお気をつけください。